ザスピントバンドは1996年に結成されたアメリカ合衆国でラェヤ州、ウェルミントン出身のインディーロックバンド。軽やかなポップな音が特徴。兄弟二組を含むメンバーは、友人、家族ぐるみでの付き合いを通し結成され、幼少の頃から活動しているためすでに10年の下積み期間を経ている。アークティックモンキーズやアーケードファイヤー。 クラップ・イワファンズ・セイヤー等に代表される新世代バンドとともにインディーロックシーンで注目を集め始め2006年にはフジロックフェスティバル06に出演2005年発売のナイスナイスリー・ドーンはメジャーレーベルからのリリースだったが再びインディーズに復帰プロデューサーエンジニアにデイブ・トラムフロミキシングにチャド・ブレイクを迎えアメリカではパーク・ザ・ファンイギリスでは フヤスパンダという名門レーベルから2008年10月に、ムーンウィンク・オリリース。日本版は、ボーンデーより10月に発売。旧メンバーホブソン兄弟の父、スティーブ・ヒューズ兄弟のギフ・スコット・ビルニーとジョン・イートンのおじ、アンディは、新シティバンドを組んでいた。安酒場で演奏しており、地元デラウェア州では、ある程度知られていたバンドであった。バンドメンバーは、 10代にはこれら父親世代の小楽器を誕生日やクリスマスにもらうようになっていた。まず、ジェフ・ホブソンがドラムキットをジミー・フィッカ、ジミー・フィッカ、以前テレビで活躍していたドラマーのビリー・フィッカの弟から譲り受けた。同じ頃、スコット・ビルニーが4トラックレコーダーを彼らに譲り、使い方を教え込んだ。ここから彼らはいろいろな楽器を試しながら、 レコーダーにギターやマイクを直接繋いで音楽を録音し始め、次から次へとテープを埋めていった。この頃、放課後に立ち寄ったニッククリルも参加するようになる。11歳の頃から自分たちにフリービアというあだ名をつけたが、13歳になった頃には、この名前がくだらないことに気づき、使うのを止めた。現在もこの幼馴染グループで活動している。アルバート・ビルニーだけ。 ビジュアルアートの道に進むためバンドから離れており、正式メンバーではないが、バンドのビデオの主監督であり、バンドのビジュアル面を全般的に担当している。自分たちの地下室スタジオは、ジャモンキースタジオと名付け、壁には、地下室スタジオから開始したら、あとは上に行くしかないという言葉を掲げていた。やがて自分たちの演奏を、地下室スタジオや、 学校の外に持って行きたいと思うようになり、ジョンはテネシー州ナッシュビルで実際のスタジオを経営するおじのロビン・イートンにしばらく4トラックを送り続けていた。ロビンは彼らの音楽を気に入り、ナッシュビルのスタジオに招待した。このようにして高校や大学の休みを利用してナッシュビルに通うようになり、レコーディングを重ねた結果がデビューアルバム。 ナイスナイスリードーンに集約された。ジョンによると、レコーディングが終わると、よくわからないまま、ロックバンドになるために必要であろう、ステップとして、デモテープをあちこちに送るようになった。また同じ頃は、インターネットの音楽コミュニティの創世期であり、バンドは mp3.com や songfygt.org に、積極的に参加するようになった。 一部でネット上センセーションと呼ばれるようになる流れに乗り、シングル、オーマンディがヒットする。毎週ネット上で繰り広げられるソングライターコンテストのおかげで、他にもシングル、ブラウンボックシズ、ダイレクトツーヘルメット、ソカインド、ステーシー等が誕生した。インターネットという新しいバーチャル世界は彼らと世界中の人々をつなぐツールとなり、 特にマイスペースを活用してツアー中に泊めてくれる家や美容師まで見つけたらしい。また、たくさん送ったデモテープが功を奏し、インディーズレコードレーベルバーなんから声がかかり、このレーベルの下で北米地区リリースが決まった。シングル、オーマンディーの人気は感染し続け、米国大手デパートのシアーズの広告キャンペーンで使われることにまで至った。デビューアルバムが 店頭に並んだ頃には3ヶ月にわたる全米ツアーも終わり地下室スタジオでのお遊びからようやく正式なバンドにステップアップできたとジョンは振り返る人気はヨーロッパにも広がり北米外の販路としてバージンレコード関連会社ラディエートレコーゼと契約するナイスナイスリードーンはヨーロッパでもヒットし UK チャートに乗るようになり 主だった音楽フェスティバルに出演したり、ミステリージェッツ、マキシモパーク、ザ・ストロークス、ザ・クルクス、フィールズといった有名バンドとツアーをするまでになった。さらに、ヨーロッパツアーを終えた、バンド、当時ヨーロッパで最も売れていた、アークティック・モンキーズのサポートとして、再び全米ツアーに出かけた。再び、レコーディングをすることになったバンドは、自己流を貫くべく、 マネージャーや監督をする人がいない状態で、自分たちが長年憧れてきたアーティスト何人かに、自ら連絡を取ってみたところ、バンド自身も驚いたことに、あっさり大物二人から快諾を得た。ウィルコやビルト・トゥ・スピルを手掛けてきた、デイブ・トラムフロが、ロサンゼルスでプロデュースを、トム・ウェイツ、ポール・サイモンや、ロス・ロボスを手掛けてきた、チャド・ブレイクが、ロンドンでミキシングを担当することになった。 彼らが参加したおかげで音楽が次のレベルに達したとジョンは評価している。アルバム2作目、ムーン・ウリンクは前作と違いもっと計算されている。ニックによると、今回は12、3曲をアルバムに入れることを前もって計画して、ちゃんとスタジオの時間を予約して、より集中してアルバムを作り上げる作業だった。バンドはリハーサルや編曲に六ヶ月費やし、 レコーディングに5週間かけた。今作では、様々な楽器のそれぞれの音を重視し、さらに編成もユニークなものを心がけており、アーティストとして成長できたと自信を持ってニックは語る。すべての音のための場所を確保できるようアレンジした。ブレイク氏からも多大な貢献があった。全米では2008年10月7日に、ムーン・ウィンクがリリースされ、 これに伴いバンドは再び全米とヨーロッパツアーを開始した。ありがとうございます。